来ましたか。お気になさらず、待ったのは1時間ほどですので。開成校は構造士の管理下にあるため、許可が出るまで少々時間がかかります。ですので、ついでに現状を聞いてきました。龍雲私と同じく開成校の球技も止まり、関所の警備が手薄な状態です。運気軍は全員性格の件で他を顧みる余裕がありません。中は化け物が横行し、人の気配がない。確かに後を隠すにはぴったりです。つまり助っ人もサポーターもなしに、大量のモンスターを退治してカンパニーに天文学的数字の懸賞金をかけられた性格ハンターを捕まえなきゃいけないってわけだよね。まあ初めてってわけじゃないけど。適当に言っただけだから細かいこと気にしないで。助っ人がいないかといえばそうでもありません。さあさあ皆様、準備が済みましたら出発しますよ。恩人様、出発されますか？私が連れてまいりました助っ人をご紹介します。カフカを追跡するのは重大な任務。もし逃がしたとなれば、天白市では負えないほどの責任を取ることになります。ですから、この少ないメンバーでも負えるように、構造士から追跡に長けたこの子を借りてきました。きっと役に立ちますよ。役に立つの？カフカを見つけたら噛みついて離さないとか？ええ、似たようなものです。この子は構造士が我々古族の五感をバイオミメティクスして作った隊長。その鋭敏さは私たち以上とも言えます。足跡も匂いも一度特徴を覚えれば、ターゲットの痕跡を捉え最後まで追跡することができます。わずかでもカフカの痕跡を見つければ、いくらうまく隠れようとも隊長からは逃げられません。
ただ、正式な捜索を始める前に、少しばかりこの子をしつける必要があります。早く仕事に慣れてもらわないといけませんので。まずは、どの匂いを追跡するか設定します。そうですね。私の香水で試してみましょう。このキラキラした痕跡をたどって、テウンを探し出せばいいってことだよね。テウンたら、こんな肝心な時にかくれんぼを始めるなんて。痕跡が消えた？隊長ちゃん、壊れちゃったのかな？うんうん、港周辺は風が強くて匂いを追うのが難しいってさ。美少女とワンちゃんの間でビビッと気持ちが通じたんだよ。周囲の環境を利用して痕跡を隠したか。天白氏のお嬢さんは俺らを試そうとしているみたいだ。周りを調べてみよう。何か別の痕跡があるかもしれない。それか周りの人に聞いてみよっか。人の通りも多いし、天雲を見た人もいると思うよ。これだってある種の情報収集だし、ズルじゃないよね。された気が。申し訳ございません。本日の営業は終了しました。聞きたいんだけど、この人を見なかった？あ、帝王様ですね。うちのお得意様です。彼女にどのようなご用件で？まさか服装を見るによその世界から来られたのですね。確かに帝雲様は時折商談の客人を正社会に招いて遊覧をされています。彼女でしたら先ほど町の奥へ向かうのを見ましたよ。講談なんて時代遅れだって。講談が好きな人はたくさんいる。お前何様のつもりだ？お客様、このようなタイミングで静止閣へいらっしゃるとは。顔を見たところ悩みはなさそう。質入れをしに来たわけではないのですね。聞きたいんだけど、この人を見なかった？ここは質屋。
首が回らなくなった時にその危機をお助けする場所です。ただお探しの方なら、先ほどここを通って屋台の方に行きましたよ。そちらを探してみるといいでしょう。運気軍の一斉捜査が終わったらまたお越しください。手に入れた手がかりってどれも帝運と関係あるものだよね。ああ、これで隊長は彼女の後を追えるだろう。このように隊長がいれば追跡も簡単になります。どうでしたか？開成校でカフカの痕跡を見つけたらすぐにこの子を起動してください。絶対に逃がしはしませんので。開成校が止まる日が来るなんて。聖画は夜ごと天を回りて、銀雲は流水のごとく響く。これはかつてとある詩人が開成校のにぎわう様子を見て読んだ歌です。ラフの内と外はすべて聖差を頼って行き来しています。開成校の製造ラインが止まれば選手すべての航路も一時休止するしかありません。
おかげで節都市の仕事をしばらく休めて助かりました。テンは全然選手のことを心配してないみたいだね。それはありません。商売をする者、喜怒哀楽は顔に映さずと言うじゃありませんか。それに同盟がこれまで経験してきた危機と比べたら、この一件はさまつなことです。あと先に言っておきますが、もしカフカを見つけたら好きなだけ暴れていただいて結構です。ただし私には期待しないでください。私はか弱い女子、ブルブルと震えることしかできませんので。皆様の腕なら魔音の実を相手にしようとも引けを取りませんが、私はただの文職。もしもカフカが暴れでもしたら、古族は先秋人ほど長生きできないとはいえ、あと数百年は穏やかに生きたいのです。だからどうか勘弁してください。皆様を連れて聖茶会を案内するというのがあのお方のご命令でした。普段の私のお仕事と何ら変わりありません。ですが戦いは私の専門外です。命を張るつもりもありません。最大限の誠意を示すために隊長を借りてきたまで。今度玉空に会ったら全部チクってやるから。心配しないでくれ。テユンさんを困らせるようなことはしない。カフカに遭遇した時、その確保と戦闘は俺たちに任せてくれていい。道案内感謝する。隊長が追跡を始めるには手がかりが必要です。カフカが本当に開成校にいるなら何かしら痕跡を残しているはず。分かれて探しましょう。文字通り隅から隅まで。千人総会長？千人総会長ですって？それは手がかりではなく、私が普段好んで飲むお茶の銘柄です。一日二杯飲めば疲れが飛んでいきます。この任務が終わったら
一緒にお茶を飲みに行きましょう。争いに意味はない。よいしょ。しつこい。してみない？運気軍の武器ですね。何か鋭いもので切断されたようです。あの悪女がやったに違いないよね。長くて切れ味の鋭そうな刃物を持ってたもん。変な箱を見つけたみたい。上に手の跡がついてる。見たところ長く力強い指をしており、ブレもありません。命を狙う者の手でしょう。ん？何か紙切れが挟まってる。ご褒美を置いておいたわ。気に入ってくれたかしら。もう完全におちょくられてる。カフカはこちらの動きを完全に読んでいる。みな、罠に注意してくれ。これは何でしょうか。粘土みたいですが。幼児ちゃん、何だと思う？どこかの製造ラインから落ちた造船用の材料だろう。詳細は不明だが、おそらくカフカとは関係ないはずだ。これもカフカの痕跡かな。これは造船艦の職人が使う溶接岩ですね。慌てて誰かが落としたのでしょう。はいはい、分かったよ。あっちに行ってみよう。手榴弾？あ、何かついてる。これって口紅？迷子ちゃんへの小さな贈り物？あの女、うちらを挑発してるみたい。
げる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。後悔しても遅い。生死虚実、一年の同天元剣、超無一角。始めようか。重傷じゃの、よいしょ。私が怖いの？あの世に送ってやる。特別な匂いがするって隊長ちゃんが言ってるみたい。これは造成館職人の通行用玉符です。関所を通るためのものですね。誰かがこれを使った後、意図的に壊したようです。もしかしたらカフカかもしれません。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。あ、これうちも知ってる。ホーム用探索機の広告だよね。あちこちにスターピースカンパニーの広告が。どうやらそろそろあちらの貿易担当と話し合わないといけませんね。私が怖いの？騒ぎを起こしたくはない。即戦即決で行こう。どうしてやろうか。ルールは破るためにある。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。めんどくさいやつ。始めようか。よいしょ。鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。親戚である。争いに意味はない。生死虚実、一同天元剣、超無一角。重傷じゃの。口を開けよ。安心しろ。この体はそうもろくはない。ルールは破るためにある。どうか。
騒ぎを起こしたくはない。やった。私が怖いの？生死虚実、一年の学び、同天元気、勝務一角。はっ、しつこい。ありえない。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。怪しそうな手がかりはこれで全てのようだ。しかし本当にカフカの痕跡なのだろうか。意図的に残した可能性も否めないが、この量から見てうちらをからかってるんじゃない？あのわざとらしい顔でゆっくりと捕まえてごらんって言ってるのが目に浮かぶよ。スターピースカンパニーがあれほどの賞金をかけても捕まえられない重罪人ですもの。逆にこちらが狙われているかもしれません。さあ急ぎましょう。私たちは着実に彼女に近づいてるはずです。しつこい。はっ、弱っておるの。よいしょ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
気配が消えた。獲物の痕跡が急に消えたら狩人は気をつけなさい。狩る側と狩られる側の立場が逆転する兆しだから。カフカ！この運気軍たちは魔音の実に落ちていません。あなた、彼らに何を？ほんの少し暗示をかけて私のお話を聞いてもらっただけよ。これに関しては君が一番詳しいわよね。ここは良くないわ。大木様が来るには道が長すぎます。それに私にとってもよろしくない。この先で待ってるわね。起こしたくはない。この機会を逃さないで。重傷じゃの。見せてやろう。巨大の薬よ。助かった。治してやろうか。破るためにある。あっ、やっ、楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。やっ、争いに意味はない。なのか、落ち着け。後悔しても遅い。生死虚実、一年の間、同天元剣、勝負一角。この機会を逃さないで。重傷じゃの。よいしょ。私が怖いの？いや、あの世に送ってやる。自分の意志で
結末にたどり着いてみせる。あと少し。みんな、急がば回れよ。ここ全然通れそうにないよ。どうにかしてカフカを止めないと。大丈夫です。ベルトコンベアを迂回すればいけます。
ようこそ列車の皆さん。私を捕まえに来たのよね。最後のカードを切ったらどうだ、カフカ。俺たちがここに来たのも、すべてお前の計画のうちなんだろう。計画ではなく、未来よ。無数の未来の可能性に干渉して最良の未来を現実に変えてるの。私たちを過大評価しないで、ベルト。性格ハンターも運命の奴隷に過ぎない。最良の未来？それって誰にとっての未来？あんたが他人のことを考えてるとは思えないけど。全宇宙のって言ったら信じるかしら。もちろん私にとってのだけど。俺たちがラフの将軍のもとまで案内しよう。自分が無罪だというのなら彼に弁明するといい。判決は彼が下す。それはお断りするわ。他人の歩調に合わせるなんて大嫌いだもの。そろそろ時間ね。さ、かかってきなさい。さもないと間に合わなくなる。面倒くさいやつ。破るためにある。やっ、あ、しつこい。次、焦らないで。この感覚どう？騒ぎを起こしたくはない。即戦即決で行こう。なんと重傷じゃの。血を開けよ。助かった。次、痛くも痒くもない。見せてやろう。強炭の薬よ。助かったわ。さあ一緒にどう。争いに意味はない。始めようか。直してやろうか。これ、助かった。
生死虚実、一年のまなり、同天元家、聖武一角。はっ、しつこい。はっ、あの世に送ってやる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。よそ見はダメ。あら、即戦即決で行こう。生死虚実、同天元家、聖武一角。はっ、一緒にどう？準備はいい？鬱陶しいわね。はっ、とりゃ。さようなら。やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言。これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は先週六音が一人、大牧師の大牧不言。遠方より訪れし客人を美酒で迎えたくはあるけれど、天地人三元がそのくらいにあらず、遺憾にも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるかわかる？私の話し方に文句があるのなら直接言っていただけるかしら。俺たちは軽減将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大木殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければならない。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。ほらご覧なさい。性格ハンターを捕らえたら大木氏が後の審問に取り掛かることになっているでしょ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。わかった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を俺たちも知る権利がある。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。木に望み変に大塚。いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？
性格ハンターってずる賢いから、また逃げられるかもよ。この私がいる限り、どこにも逃げられはしないわ。それに、性格ハンターの口を開けて、自白させる方法は、大牧師でのみ力を発揮するの。時間ね。行くとしましょう。さあ、こちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもりよ。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、すぐに精査を止められる場所がここしかなく。超楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふっ、打艦の間、火傷に満ち引きあり、船の進みが固くなり、泥に足を取られる。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちが数を数える時と一緒じゃん。その説、もう流行ってないよ。念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは性格で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね、フゲン様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？フゲンが休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。ふん、内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。もちろん犯人は私が連れていく。これはケーゲンの指示でもあるの。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一諾千金、たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ同点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは
決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、上洛店の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第、その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。わかったよ、信じるから。また人を怒らせちゃったみたい。うるさい。あまり気にするな。フゲンさんは道理を心得た人のようだし、怒ってはいないはずだ。そうかな、冷たい人に思えたけど。そうやって自分を守ろうとしてるのかな。さあ、無駄話はここまでにしよう。大牧師の準備にも時間がかかるだろうし、この辺りを少し散策してみないか。乗った精査も面白かったし、きっと長楽店にも面白いものがたくさんあるよね。I'll be